こだわりのご飯、唐揚げですね、はい、全部乗せトッピングですよ、はい、生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいだすどうみせ京都あきです。はい、本日は初潜入のラーメンになります。以前視聴者様から何の動画か忘れたんですけども、コメント欄にぜひそちらのラーメン屋さんへ行ってほしいっていうことでコメントをいただきましたんで、1ヶ月前ぐらいかな、ちょっとあの予定が詰まってたんで、その近くのラーメン店に行った時にあの前通ったんで撮影交渉させていただいたら OK いただきましたんで、はい、本日向かわせていただきたいと思います。コメントいただいた方大変お待たせいたしました。僕も初なんでどんなラーメンか全く分かりませんけど、非常に初のラーメンでワクワクドキドキしておりますということで、今から向かっていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ、ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。はい、そしたらカラスマ今出川やってきたぞ。御所ですね、前は。はい、ほんで前同志社、ほんでこれを北に左に曲がります。北側見えてきましたね。若者の街ですね。なんかご飯も食べ放題みたいですけどね。ラーメン麺屋アイトさん初ですね。あるは知ってましたけどね、行くの初めてですわ。うまそうやな、鶏豚骨やな。全部乗せいかなあかんの。チンタもあるやな。じゃあ行ってみます。どれよ、これしかないな、これ。これの、この全部のせ、これしかないな、これでも。来ました、ご飯食べ放題ですよ、これ。さすが学生の街ですね。ほんで米はこだわりの、こういうコシヒカリしようですね。チャーシュー丼もうまそうですよ。はい、はい、ということでやってきましたよ。本日は視聴者様リクエストですね。はい、僕も初潜入のラーメン店で、ちょうどね今出川からすまの同志社大学の前にある、はい、人気店です。はい、今日はせっかくなんでね、全部のせラーメンですね。それの名物の唐揚げとご飯をつけて、はい、こちらを食らっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。卓上の味変アイテムもね、結構いろんなありますよ。カレーパウダーとかね、唐辛子、胡椒、ブラックペッパー、ガーリック、いろんなありますね。ご飯おかわり無料、替え玉80円、学生には嬉しいですね。いや、こんな突き出しもつけていただけるのありがたいですね。行きましょう。そしたらね、ご飯、こだわりのご飯、ほんで名物、愛と名物唐揚げですね。はい、ほんでこちらがノーマルのラーメンに全部乗せトッピングですよ。はい、チャーシューもいっぱい乗ってるやつですね。卵も乗ってます。スープはね、鶏豚骨です。鶏豚骨の白湯、むっちゃいい色してますね。結構こってりしてる感じですけど、見た感じはさらっとあっさりしてる、そんな感じのスープですね。じゃあ食らっていくぞ。はい、行きましょう。はい、ではご紹介いただいてありがとうございます。むっちゃうまそうじゃないですか。はい、いただきます。はい、うまいやつや、うまいやつや、うん、もうすごい
あの濃厚なんですけど、スープはさらっとしてて、まあまああっさりで、すごい鶏と豚の旨味が詰まった白湯スープですね。あー、うまいわ。もうホッとする味です。うん、まっ。チャーシューはどんな感じかな。あ、結構ホロホロ系のチャーシューですね。分厚いチャーシュー、分厚いチャーシューがね3枚入ってる。食べ応えあるねこれ。ほら、いっとこう。うわ、トロトロやなこれ。うまそう。ほんで炙ったんだよなこれ。よっしゃー、チャーシューいくね。見てこれ、炙ってある表面、むっちゃうまそうやなこれ。この分厚いのが3枚全部乗せちゃった。3枚うん、トロトロやな。もう肉感の部分とトロトロの部分があって、口に入れたらもうすごい溶けますね。うん、うん、まこれは米合うと思います。うん、うん、まこれもいっとこう。うん、もやしキムチ、もやしのキムチ、もやしのキムチは初やな。麺は固い麺言いましたけど、ストレートですね。いやー、中太ストレート。やっぱこんなね、麺が一番うまいわ。中太でね、もちもちして一番うまい。海苔もね、たくさんついてきますよこれ。このスープに浸して、こうやってスープに浸して、こうやってね、うん、まもう家系ラーメンとかにも負けてへんね。この白湯スープ、むっちゃ米に合うやつだな。うん、ほな、この名物の唐揚げとこがめっちゃうまそうやね。これもごっついな。これも、もうこれもさすが学生の街やね。これあげのね、衣がね、きめ細やか。うん、サクサクやな。うまっ。そしたらね、いろいろ味変アイテムがあるんですけど、これは唐辛子、ちょっと多いめに、多いめに。ほんでガーリック、これはブラックよりホワイトな、ホワイトペッパー、これでいくじゃん。うん、いいね。唐辛子もよく効く唐辛子でうまいわ。このチャーシューがね、ほんまご飯進む。味玉、うん、うまっ。
この辺で白湯系が食べたくなったらここよくおすすめします。うまい、とろとろだよこれ。ラストうまっ、濃厚やけどあっさりペロッといきましたね。いやでもボリュームすごいわ、唐揚げも大きいしね。このラーメンはほんまにね、あの濃厚な中にもそこまでしつこさとかないんで、ぜひ女性の方も食べてほしいと思う。旨味がしっかり詰まってる、はい、めちゃくちゃ大満足です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやなんかこんなポイントカードがもらえて、5個貯まったらトッピング1つ無料、10個でラーメン1杯無料、お得ですね。これは学生会話なあかんな。はい、ということでごちそうさまでした。いやうまかったね、うまかった。ご紹介いただいた方ありがとうございました。はい、結構ねどこのラーメンに似てるかって言ったらね、一乗寺の高安さんとかね、そっち系のラーメンかな。むちゃくちゃねほんまあのこってりしてるように見えるんやけど、まろやかであっさりしてて、もう誰もが食べれる白湯ラーメン、はい、最後でした。今日はねちょっとね、あの駐車場止めてるんで余分な駐車料金かかったらあかんから、はい、ちょっと歩きながらエンディング撮らせてもらいますけど、こういう感じでむちゃくちゃ美味しいラーメン屋がありますんで、皆さんよかったら来ていただきたいと思います。またラーメン屋ここ行ってくれ、あこ行ってくれっていう意見がありましたら、できるだけ行かせていただくようにしますんで、ぜひコメントの方よろしくお願いしたいと思います。ということでご視聴さまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様愛してます。おりゃしゃー、腹いっぱい食いすぎました。おりゃしゃー。